次に岡沢隆一議員の質問を許可します。岡沢議員。皆さんおはようございます。質問の機会を与えていただきましてありがとうございます。通告に従いまして順次質問させていただきます。まずはじめに保育所待機児童の解消についてお尋ねします。保育所の待機児童については市長の公約でゼロにすると言われていますが、今年度も 8人で昨年度と比べると減少していますが、結果として達成できていません。また我が会派から常々申し上げていますが、待機児童のゼロは年度の後半も含めて1年間であり、本来市民が利用したいときに預けられるよう保育所を確保しておく必要があります。また待機児童の解消に向けては積極的な対策を取られて、待機児童ゼロを達成した横浜方式が注目を集めています。さらに待機児童問題は以前からも議会のたびに多くの議員から毎回指摘されている課題であり、本議会におきましてもその解決策については岡林議員をはじめ複数の議員から具体の手法も含めてご質問がありました。市はそうした声や事例を踏まえ、待機児童ゼロを実現していく必要があると思いますが、改めて待機児童解消に向けての市の決意をお伺いします。次に公立幼稚園の入園児減少についてお尋ねします。幼稚園では少子化等の影響を受け、市内の公私立幼稚園の定員に対する在園児数の割合は8割を切っており、全体的に定員割れの状況にあります。特に公立幼稚園では平成25年5月1日現在において入園率は 54% となっており、年々減少しております。昨年度に幼稚園条例を改正し、現在の11園の体制から7園の体制に移行し、少子化時代に対応した公立幼稚園の配置へと見直しを行うことになっていますが、このまま入園時の減少が続き、園間の規模の格差が大きくなれば、小規模な幼稚園では少人数ゆえの家庭的な幼児教育が受けられるという評価もある反面、幼児の発達過程において重要となる社会性を育むために必要な集団規模が確保しにくくなることなどが危惧されています。また幼稚園の職員数は入園児童数や学級数により決まるため、小規模施設では職員総数も少数となり、職員総数が極端に減ると職員の質向上のための各種研修や交代制を含んだ勤務体制に余裕がなくなり、また遠足や運動会などの諸行事においてもその対応が厳しい状況となり、このような職員体制の縮小は園児への幼児教育にも悪影響を及ぼすことが考えられます。そこでできるだけそれぞれの公立幼稚園の規模に差が出ないよう入園児の確保に努めることが重要であると考えます。平成27年度から公立幼稚園が7園になりますが、これまで入園児を増やすためにどのような取り組みをしてこられたのかをお聞きします。また今後どのような取り組みをして教職員の質向上を目指すのか、そして小一プロブレムにどのように対応しながら公立幼稚園の特色を出し、各園の定員充足率を高めていくのでしょうか、お伺いします。次に教諭によるいじめ体罰への対策についてお尋ねします。去る平成25年第1回枚方市議会定例会が閉会した3月27日夕刻に、市議会に対して市教育委員会から小学校教諭による体罰事案についての文書が配布され、私立小学校で新任教師による児童への体罰が行われていたことを受け、当該教諭を処分した旨の報告がなされました。
昨今学校現場における教諭による体罰が社会問題となっている中、市教育委員会は本市での体罰事例はないと説明していたにもかかわらず、市議会定例会直後に文書を配布して報告するといった手法については甚だ遺憾であり、市議会への報告を故意に遅らせたのではないかと疑念を抱かざるを得ません。これを受け、市議会としては4月11日に緊急の文教委員協議会が開催され、委員から多くの厳しい意見が出されました。また4月25日、市議会から市立小学校における体罰事案に係る要請書が提出されました。今議会におきましても、この体罰事案については複数の議員から質問がありました。重複する質問が多いですが、重大事案ですから対応対策について改めてお伺いします。まず一つ目は、校長が体罰事案について1学期からすでに体罰の事例があり、2学期に入ってから児童が校長に直接訴えていたにもかかわらず、市教育委員会に報告をなぜ怠ったのか。2つ目は、市教育委員会も体罰事案を把握してから約2ヶ月間も議会へ速やかに報告しなかったことは隠蔽であり、市および市議会への報告を怠ったのか。3つ目は、校長も市教育委員会も速やかに報告しなかったことは隠蔽であり、なぜ故意に隠す行為に至ったのか。4つ目は、子どもたちに人権侵害されたわけですが、子どもたち、保護者への心のケアについて、この間、市教育委員会はどのような取り組みをされてきたのか。5つ目は、市教育委員会が依頼する学校評議委員の役目についてお聞かせください。6つ目は、先日の清水議員からの質問の答弁で、引き続きこの学校で校長を続けられているとのことですが、その理由をお聞かせください。7つ目は、市議会からの要請について、市および市教育委員会はどう認識されているのか。今後二度とこのような体罰が起こらないよう、市および市教育委員会は体罰根絶に向けて、教職員の研修等、どう取り組まれるのかお尋ねします。以上で1回目の質問を終わります。水野子ども青少年部長。1、保育所待機児童の解消についてお答えいたします。本市におきましては、社会経済状況の変化により平成21年度以降、保育需要が急増し、年度当初に待機児童が発生しましたことから、この間470人の定員増を図ってまいりました。本年4月当初の待機児童数につきましては、昨年度の32人より減少はしたものの、残念ながら8人の待機児童が生じたところでございます。そのため現在計画を前倒しし、私立保育園の増改築や小倉保育所の民営化に合わせた保育室の増築により、公立保育所一箇所分に相当いたします90人の定員増の取り組みを着実に進めております。今後は保育需要を見極めながら、さらなる定員増の検討など、来年度当初の待機児童ゼロに向けた取り組みを進めてまいります。さらに本年秋に予定しております平成27年度からの新計画の策定にかかる保育等のニーズ調査の結果や、枚方市子ども子育て審議会のご意見を踏まえ、今後の待機児童対策につなげてまいりたいと考えております。石田学校教育部長。はい。2、公立幼稚園の入園児減少についてお答えいたします。これまで入園児の増加に向けた取り組みとしまして、幼稚園施設を活用して実施しています未就園児親子教室や、地域への開放を行う園庭開放、また障害学習市民センター等で開催する親子遊びの広場や、私立幼稚園児絵画展、並びに地域の行事への参加等のあらゆる機会を捉え、広く市民に公立幼稚園の教育内容について情報提供をしております。さらに、
ホームページによる各幼稚園の保育活動の紹介や入園のしおりの配布などの PR にも取り組んでおります。教職員の研修につきましては、毎月外部講師を招聘しての園内研究会の実施や、私立幼稚園や保育所園の教職員や保育士との研修会の開催など、職員数の少ない小規模園においてもこれまでも計画的に取り組んでおり、教職員の資質向上に努めております。今後さらに枚方市立幼稚園の運営配置実施計画に基づき、大学と連携した幼児教育の研究を進めてまいります。また小規模園におきましても園児数に見合った教職員を配置しており、安全に十分配慮しながら、さまざまな行事において多様な体験活動となるように工夫をしながら、充実した取り組みを展開しております。合わせて小1プロムレムの対応としまして、安心して小学校生活がスタートできるように、さらに小学校での給食体験や授業体験を充実させ、園児と児童の交流や教職員の連携を推進してまいります。その他、支援教育の充実や子育て支援として、在園児を対象とした仮称預かり保育事業、未就園児親子対象の仮称幼児教育教室事業などの充実策を実施するなど、公立幼稚園としての地域の幼児教育のセンター的な役割を果たすことで、園児の確保にも取り組んでいく考えです。次に、3、教諭によるいじめ体罰の対策についていただきました7つの質問に順次お答えいたします。1つ目の質問についてですが、校長は2学期に入ってから、児童の訴えにより教諭が体罰を行ったことについて知り、体罰による指導をやめるよう厳重に注意し、指導することにより、教諭の指導方法を改善させ、新規採用1年目である教諭を育成することが自分自身の責任であると考えておりました。なお、市教育委員会への体罰事案としての報告はありませんでした。2つ目の質問についてですが、市教育委員会から議会への情報提供において、市教育委員会事務局は今事案を児童の人権に関わる重大な事案であるとともに、教諭の身分に関わる重大な内容であると判断し、事実の確定を進めるにあたっては、児童の心のケアに最大限配慮しつつ、事実確認に万全を期するため、情報管理のもと十分な検証を重ねることとしました。議会に対しましては、今事案についての大阪府教育委員会による処分及び教諭の退職が確定した段階でご報告させていただきましたが、当該校で保護者集会が開かれ、教諭の体罰行為に係る説明がなされた上で、担任交代が行われたこと等について報告していなかったことにつきましては、配慮を欠く対応であったと受け止めております。なお、故意に隠したものではございません。3つ目の質問についてですが、今の2つ目のご質問と同じ説明とさせていただきます。なお、これも隠蔽したものではございません。4つ目の質問についてですが、子どもたち保護者への心のケアにつきましては、小学校に配置されている心の教室相談員と連携し、また総合電話窓口子どもの笑顔を守るコールを再度周知し、いつでも子どもたちや保護者が気軽に相談できる体制で臨んでいるところです。5つ目のご質問の学校評議員の役割についてですが、学校評議員は教育に関する有識者や地域の方々等の中から学校長の推薦により本市教育委員会が依頼するものです。後援長は開かれた学校づくりに資するため、学校園運営や学校園の教育活動に関して意見を求めているところです。6つ目の質問につきまして、市教育委員会としましては、当該校長が事項における重大な体罰の請求に対して厳しく反省するとともに、その責任を深く自覚すること、また被害を受けた児童
保護者の心のケアや当該校の児童保護者地域からの学校教育に対する信頼回復に全力を挙げて取り組むことが必要であると考えたものです。最後に7つ目の質問についてですが、市教育委員会では今回の体罰事案対応を教訓とし、子どもの人権を守る視点から各学校園から市教育委員会への速やかな報告、連絡、相談を徹底するとともに、市議会への報告や市長部局との連携に努めてまいります。本市としましては次世代を担う子どもたちの人権は重要であると認識しており、体罰は重大な人権侵害であり、何よりも人権の視点から子どもの目線に立ち、子どもたちが安心して相談できる体制づくりをさらに進めるとともに、お互いに思いやる心を育み、成長していくことができる環境づくりに取り組んでいかなければならないと考えております。市全体で子どもたちの人権をいかに守り、育てていくかを考え、実効性ある取り組みの充実を図ってまいります。また、二度とこのような体罰が起こらないように、市教育委員会では、後援庁に実効ある含む研修の実施、体罰を許さないという学校づくり、指導力の向上に係る学校全体での取り組み、教職員の人権意識の育成の4点を指示して、4点の指示を行いました。また、学校園に対して、枚方市生徒指導マニュアルを使用した校内研修を早急に実施するとともに、毎年繰り返し研修することを指示しております。今後も保護者、市民からの学校園に対する信頼を一層高めるよう努めてまいります。岡沢議員。それぞれご答弁ありがとうございます。それでは要望と2回目の質問をさせていただきます。ただいま待機、すみません、保育所待機児童の解消について、要望とさ再度要望とさせていただきます。ただいま待機児童に向けてのご答弁をいただきました。しかしこの間、待機児童ゼロは達成できていません。待機児童の問題は子育て中の若い世代にとって深刻な問題であり、喫緊の課題です。先日の木村議員からの提案もあり、繰り返しになりますが、本年秋に予定されている枚方市子ども・子育て審議会で議論される意見を待っていては間に合わないのです。だから具体的な解決策として、平成24年度の厚生常任委員会からの提案もありました。市は待機児童の解消に向けて、年度途中も含め、あらゆる手段を講じて、待機児童ゼロを実現するように要望いたしておきます。次に、公立幼稚園の入園児減少について、要望とします。公立幼稚園の取り組みについてご答弁をいただきましたが、国の大きな流れの中で公立幼稚園の在り方や果たすべき役割もまた新たな視点から見直す必要性が生じてくるかもしれません。公立幼稚園の運営は 100% 市税を投入して行っております。本市の就学前児童全体の健全な育成を図るため、柔軟な発想を持ち公立幼稚園のより有意義な活用を図っていただきたいと思います。幼児期と児童期の発達心理的な課題である小1プロブレムについては、幼稚園教諭が小学校教諭が幼稚園にそれぞれ配置することにより、小学校の教員にとっては就学前の幼児の姿を知り、生活の中から学ぶ過程を知る意味において、また幼稚園の教諭にとっては幼児が体系的に学びを積み上げていく過程を知る意味において大変有意義なものと考えております。異なる教育システムを体験することにより、それぞれの良さや問題点を改めて客観的に捉えることができることも意味があるものと考えております。幼児期と児童期の教育を円滑につなげるための教職員の交流などの人的な連携から、教育課程の接続に発達する過程や、それを支える教職員の資質
研修のあり方、接続機などの幼児機と児童機をつながりとして捉える工夫、家庭や地域社会との連携、協力についてより一層積極的に進めていただけますよう要望しておきます。また冒頭に述べましたが、小規模の幼稚園は職員体制の縮小により園児への幼児教育に悪影響があると考えられるため、今後子ども子育て新システムなど国の動向も見極めながら、子ども園など入園児の増加に向けた取り組みをより一層進めていただきますように要望しておきます。次に教諭によるいじめ体罰への対策について再度質問をいたします。学校評議員の役目について分かりました。では本事案について当該校長は学校評議員に相談されたのでしょうか、お伺いします。また当該校長がこの学校で校長を続けられている理由をお聞きしましたが、校長の顔を見ると体罰を思い出すなど被害を受けた児童や保護者の心のケアではマイナスにならないのでしょうか、お伺いします。石田学校教育部長。はい。当該校長は2月に学校評議員へこの事案の報告を行い、謝罪もいたしました。また子どもたちの心のケアにつきましては、校長は辛い思いをさせたことを子どもたち保護者へ真摯に謝罪し、担任を交代させるという子どもたちとの約束を守り、被害を受けた児童保護者とコミュニケーションを丁寧に取りながら心のケアに全力で取り組んでいます。また指導主事からも、子どもたちは元気に学校生活を過ごしていると聞いております。しかしながら心の傷は短期間で消えるものではありませんので、校長が心のケアを含め当該校の児童保護者地域からの学校教育の信頼回復に全力を挙げて取り組むよう引き続き指導をしてまいります。岡澤議員。校長は2学期から体罰事案を知っているにもかかわらず、今年の2月まで学校評議員に報告すらしなかったんです。各学校に学校評議員がおられても報告や相談をしなければ何のための学校評議員さんか分かりません。今回学校評議員市教育委員会にも3学期まで報告相談をしなかった校長の取った一連の行動は、学校内で起きたうまくいってない実情を覆い隠そうと校長は躍起になっていたことが分かります。その対応には隠蔽と言わざるを得ません。このような対応が遅かった校長が今もこの学校で校長を続けている市教育委員会は、子どもや保護者の心のケアに全力で取り組むと答弁されていますが、一度信頼をなくした校長が今もこの学校で校長を続けさせている市教育委員会の考えには全く理解できません。これ以上質問しませんが、今回の体罰事案の中で人権侵害に係る教員の発言がありました。これは教員の資質によるものと考えますが、教職員の資質の向上に向けてはこれまで以上に研修等に力を入れてもらうようにお願いいたしておきます。今後二度と子どもたちにこのような辛い目に遭わさないためにも、教育委員会が学校からの相談や学校をチェックする仕組みを見直し、教育委員会と市長部局が連携を図り、学校は子どものためにあるという教育の原点に立ち返り、体罰根絶に向けた取り組みと隠蔽体質の改善をするよう要望しておきます。以上で私の質問を終わりとさせていただきます。これにて岡澤隆一議員の質問を終結します。